1日100円生活3日目。僕は貧乏営業マン。昨日うどんを2玉食べたので今日は元気。今猛烈に唐揚げが食べたい。ジューシーなお肉をカロリーの塊である油でカラッと揚げた様は人気惣菜ランキングで常に上位を占め、まさかの22位だったので少し黄昏つつも元気な僕は唐揚げ買いに行くぞと猛ダッシュ。あー疲れたと撮影の現実を見せてしまう。普通に自転車で行きます。はい、ということで向かったのは近所のスーパーマーケット。やっぱり100円で買える唐揚げはないか。ある。これ半額になれば買えるとなれば決死の覚悟を見せるしかない。唐揚げ半額になることあるんですか。夕方とかじゃないですかね。よっしゃ、唐揚げいただき、また夕方。仕事の会議を挟み、とうとう夕方来ました。頼むから半額になってて。ダメだ、買えない。こうなったら違うお店。ここもなし。ここはどうや。惜しい。だが右側に奇跡が。これだったら買える。唐揚げじゃないことは置いといてください。いつも食べるアメリカンドッグの100倍うまい。今日の体重は 66.2 キロ。余ったお金合計48円なり。